アバディーンはアメリカ合衆国サウスダコタ州の北中部ブラウン郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。州トピアの北東約125マイルに位置し、1882年に自治体化された。2000年国勢調査による人口は24,658人、2010年では26,091人と5.8%増加した。州内で3番目に、 人口の多い都市である。地元新聞は、ジアメリカニューズである。市内には、ノーザン州立大学とプレゼンテーションカレッジがある。アバディーンは、ブラウン軍とエドマンズ軍のすべてを含むアバディーン、小都市圏の主要都市である。都市圏人口は39,827人で、ある。アバディーン市すなわち、ブラウン軍に、ヨーロッパ人開拓者が入る前、 およそ1700年から1879年までは、数族インディアンがこの地域に住んでいた。1820年代に、コーカサス人毛川公益省が初めて現れて、公益基地を築き、1830年代半ばまで公益が続けられた。この地域の最初の開拓者は、アリカラ族インディアンであり、その後他の部族も加わることになった。 コーカサス人開拓者の集団が現在のブラウン軍に入った時、その集団は人間が4人、馬3頭、ラバ2頭、牛15頭及び荷車2両に過ぎなかった。翌春には別の集団も加わり、現在サウスダコタ州コロンビアとなっている地域に次から次と移民が到着し始めた。この町は1879年6月15日に設立された。 開拓者の大半はコ架カサス人であり、続いてインディアンが多かった。この傾向は今日でも続いている。アバディーンはアメリカ合衆国中西部の多くの町と同様、新たに進展してくる鉄道の沿線に建設された。アバディーンが初めて公式に町を建設する場所として、指定されたのは1881年1月3日のことであり。 シカゴ・ミルウォーキーセントポール鉄道、略して、ミルウォーキー鉄道のミネアポリス事務所監督官、チャールズ・プライヤーが指揮し、政治家のアレクサンダー・ミッチェルが監督していた。プライヤーの上司であるミッチェルは、スコットランドのアバディーンで生まれていたので、これにちなんで、町の名前が付けられた。アバディーンの町の正式な設立日は1881年7月6日で、あり、これは、 ミルウォーキー鉄道が初めて到着した日だった。その後ダコタ巡州議会によって1883年3月に市政の認可がなされ、市として運営されるようになった。アバディーンの街が成長するにつれて、メインストリート沿いに多くの事業用など建物が建設された。しかしこのことはアバディーンの特徴ある地形のために問題になってきた。アバディーンは、 河津の池にある町と呼ばれるようになった。当初この特徴ある状態は、あまり雨が降らなかったので新しく建設される建物にも問題にならなかった。しかし市民はこの問題が、いかに不都合なものになるかを理解するようになった。寒気の間、河津の池は何の問題もなく、気にも留められなかったが、激しい雨が降ると池が出現して、 メインストリートの建物すべての規定部を水浸しにし、多くの事業家や家屋所有者を困らせることになった。街には洪水になった時に全体を乾燥させるために、使う蒸気駆動のポンプが小さなもの一台しかなかったので、乾燥が終わるまでに何日も、数週間とは言わないまでもそれに、近くの時間を要した。その間にまた雨が降れば、また洪水が起こり、せっかく乾燥させた。 基底部も水で溢れた。水が引くと、雨が運んできた泥の処理をする必要もあった。飛圧力式の溝を掘ることにしたのが1882年のことであり、後に改良されて、アルトワシキードに発展し、激しい雨と戦い、基底部を洪水から守るようになった。市の技士たちが設計したアルトワシキードは洪水を防ぎ水の供給システムを作るように工夫されたとしても、 事態はその通りには進まなかった。井戸を掘っている時に地下水脈の水の圧力が強大であり、そこから吹き出した水でメインストリートはところによって深さ4フィートまで水に浸かった。技師たちは当初計画の誤りに気づき、すぐに井戸に締め切り弁をつけて水流を制御し、初めて浄水供給の施設ができた。1886年までに この新しい街には三つの鉄道会社が停車駅を築いていた。これら三線が交差することで、アバディーンはダコタの中継都市として知られるようになった。アバディーンの街を上空から見た場合、鉄道の線路がハブ部を中心として、車輪のスポークのように伸びていたので、このあだ名がついた。この鉄道三線の存在でアバディーンが成長することになったが、 今日でも残っている鉄道は、バーリントンノーザンサンタフェ鉄道の一線のみとなっている。1910年のアバディーン中心街1900年国勢調査によれば、アバディーンの人口は4087人だった。これが1910年には1752人となり、増加率は163%にもなった。1920年には5万人に達するのではないかと。 予測された。しかしそうはならず、人口はまもなく減少を始めた。2006年時点の推計人口は24,071人であり、2000年と比べて2.4%の増加である。アバリーンの市民はこの人口衰退を若年人口の流出と老齢人口の増加のせいにしている。アバリーン市はブラウン軍の軍長所在地である。 しかし当初の郡庁所在地はコロンビアだった。鉄道が建設されていた当時、当時の郡庁所在地だったコロンビアを通って鉄道が敷かれる計画だった。この噂が広まると、登記のためにコロンビア周辺の土地価格が投記した。鉄道会社が全路敷設のための土地を買おうとすると、土地価格が上がっていたために計画を変更し、アバディーンを通る経路に変更された。 しかし、アバディーンが1881年に町になると、どの町を軍庁所在地にすべきかという議論が持ち上がって1890年まで続いた。1889年に新たに制定されたサウスダコタ州憲法では、問題のある軍庁所在地が当初多数決で決定されたものでなければ、住民投票によってそれを動かすことができるとされていた。 住民投票の結果は、アバディーンが唯一無二の軍長所在地であると決せられ、すべての証拠書類はアバディーンの裁判所に移された。この軍長所在地論争の間に、記録類はコロンビアの裁判所から一旦アバディーンの裁判所に移され、それがまたコロンビアに戻されて、果てしなく移動が続くように見えていた。この移動は二つの町から、 夜間の襲撃によって行われるのが通常だった。2007年5月4日、金曜日朝に始まり6日、日曜日朝まで48時間に降り続いた雨量は9.12インチにもなった。この雨で通りは洪水となり短時間通行不能となった。多くの家屋も被害を受けた。嵐から2週間のうちに300以上の世帯が災害救援部局に援助を申し込んだ。 5月25日までに104件が被災状況を届けで、このうち47件が生活不能を宣言した。アバディーンを含むブラン郡は災害地域に指定された。アバディーンはサウスダコタ州の北東部、ジェームズ川流域で川の西11マイルに位置し、座標は北緯45度27分53秒、整形98度28分11秒。 北四伊4 5四6 4 7 2度九十八点四六九七二度四四四十五点六七4マイナス九十八点四六九七二である。ジェームズ川はサウスダコタ州の北東部ブラウン郡で州内に入り、そこにダムが作られてアバディーンの北東には二つの貯水池ができている。アバディーン市内は流れの緩やかなモカシンクリークで二つに分けられており、このクリークは 南から北東に転じてジェームズ川に入る。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.0平方マイル。このうち陸地は13.0平方マイル。水域は0.1平方マイル。水域率は0.54%である。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。アバディーン教育学区には小学校5校、中学校2校、 高校一校がある。学区内には、ハブ地域高科学校とオルタナティブ教育を行う、中学と高校がある。2006年から2007年の学校年度で、生徒数は3650人だった。1学級あたり、生徒数は20人台の低い方である。入学者数の増加や近代化計画によって、1929年に建てられていたサイモンズ中学校は、 解体を伴う大きな改造が加えられ、新しい教室やカフェテリアが加えられた。アバディーンにはカトリック教系のロンカリ高校、無宗派のアバディーンクリスチャン学校及びトリニティルーテル教会学校など宗教系学校がある。サウスダコタ州資格障害者学校はサウスダコタ州理事会の管轄下にある特殊学校である。ノーザン州立大学。 編集ノーザン州立大学は1889年創立の公立大学であり、キャンパスは72エーカー、2006年から2007年の学校年度で学生数2528人である。学生と教員の比は19、1となっていた。ノーザン州立大学は当初インスティチュート・オブ・サウス・ダコタと呼ばれ、1901年には ノーザン市販工業学校と改名していた。1939年にはノーザン修立教員カレッジとなり、1964年にノーザン修立カレッジ、1989年に現在のノーザン修立大学となった。ノーザン修立大学は38の専攻と42の副専攻があり、学士を得た後に、さらなる研究を望む学生には9つの、 修士課程がある。プレゼンテーションカレッジ。編集プレゼンテーションカレッジは、カトリック教系のカレッジであり、キャンパスは100エーカーある。2006年春学期では800人の学生がいた。アバディーンの主キャンパスと州内にある。他のキャンパスの間で26のプログラムがある。与えられる学位は健康医療に関するものである。学生と教員の日は12、1である。アバリーンにある。 主要病院はアベラセントルーク病院である。地域内にはアベラマザージョセフメーナー、メーナーケアなどいくつかの看護施設がある。アバディーン地域にはいくつかの文化組織がある。アバディーン地域芸術委員会が小さな月刊誌、アーティファクッを発行しており、地域の行事情報を掲載している。アバディーンコミュニティ劇団は1979年に創立され、 中心街のキャピトル劇場で公演している。キャピトル劇場はまず1926年に建設され、1991年にアバディーンコミュニティ劇団に寄贈された。それ以降この歴史ある劇場を改修し保存するために96万3000ドル以上が使われた。今日、アバディーンコミュニティ劇団は毎年5つの出し物と3つの青年用作品を演じている。 農山修立大学演劇部は学校年の間にいくつかの講演を行っている。芸術作品共同組合は芸術家たちと協業して画廊での展示などでその作品を市場に出す動きを行っている。組合は芸術家たちの作品を販売し芸術家同士のコミュニケーションや大衆の関心に関連して芸術家たちの利益につながる環境を提供している。 アバディーン市内には4つの画廊がある。すなわちプレゼンテーションカレッジのウェイン画廊、ノーザン州立大学のリンカーン画廊、アバディーンレクリエーション文化センター画廊及びレイクウッドモールにある芸術作品共同組合画廊である。アバディーン市内の日刊誌は1885年に CW スターリングとポールウェアが発刊したアバディーンアメリカンニューズである。聴取できる。 ラジオ局は AM が3局、FM が9局ある。視聴できるテレビ局は全国ネットワークの系列局4局がある。2007年夏に完成した家族水上センターには用事用プール、共栄用プール、流水プール、多くのウォータースライド、砂場及び飲食店街が入っている。アバディーン市内にはメルガード公園に4面、ノーザン州立大学に12面及び、 ホルゲート中学校に8面、合計24面の公営テニスコートがある。アバディーン市内には、D 公園シェイゴルフコース、モカシン、クリークカントリークラブ及び、ローリングヒルズカントリークラブという3つのゴルフコースがある。D 公園とモカシンクリークは18ホールのコースであり、ローリングヒルズは9ホールのコースと、住宅開発を組み合わせたものであり、2005年にオープンした。 イーストメルガード道路と17番アベニュー SE の間のメルガード公園にスケート公園がある。この施設にはクォーターパイプ、半円水系のペナルティボックス、バンクランプ、スパイン、キンクトレール及びグランドレールがある。市内にはクーナート樹木園とリッチモンド湖、ディスクゴルフコースに2つのディスクゴルフコースがある。リッチモンド湖、レクリエーション地域あらゆる種類のアウトドア活動に 利用されている。三つの区画があり、キャンプ、水泳、自然観察、ボート及び釣りを楽しむことができる。南地区ではキャンピング、広さ200エーカーの森林ドライブ地区では、自然観察が行われている。ボートランプ地区では、広さ1000エーカー以上の湖がある。キャンピングとキャビン、編集リッチモンドコレクリエーション地域の小さなキャンプ場では、 静かなキャンピング環境がある。車椅子で利用できるキャビンもある。トレイル、編集公園内には、総延長10マイルのトレイルがあり、ハイカー、自転車乗り及び乗馬車が豊富なプレーリーの植物や野生動物と間近に接することができる。ボート、編集公園内には、多くの民営と公営のボート乗り場や、すり船乗り場がある。リッチモンド湖には、ウォールアイ、カワカマス、 バス、スズキ、クラピー、ブルーギル、ナマズ、ブルヘッドが生息している。湖と公園自体には入場料が必要である。ワイリー公園レクリエーション地域には、ゴーカートレース場、ビーチバレーコート、ワイリー湖、キャンプ場、ピクニック場があり、ストーリーブックランドにつながっている。ワイリー湖は小さな人造湖であり、夏季に水泳湖浜での日光浴。 ハドルボートなどが楽しめる。ストーリーブックランドは子供用絵本からヒントを得た施設がある。城が一つ、公園内を移動できる鉄道が一線ある。ペット動物を収容するナヤが二つある。ライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いの登場人物を登場させるランド・オブ・オズが新しく追加された。ボームは1880年代にアバディーンに住んでいたが、 編集していた新聞が失敗した後で街を離れた。アバディーンは1920年以降、マイナーリーグベースボールの3つのチームが本拠地にしていた。クラス D のアバディーンブースターズは1920年に試合を行い、やはりクラス D のアバディーングレーズは1921年から1923年まで、 クラス C のアバディーン・フェザンツは1946年から1971年までと1995年から1997年まで試合を行った。フェザンツは元セントルイス・ブラウンズの参加だった。アバディーンからワールドシリーズで完全試合を達成したドン・ラーセン、カンザス式ロイヤルズで1969年の新人王になったルーピネラ、ボルティモア・オリオールズから、 アメリカ野球殿堂入りしたジム・パーマーなど著名選手が育った。アバディーンには多くのキリスト教教会があるが、他の宗教の礼拝書は少ない。ローマ・カトリック教、バプテスト教会、ルーテル教会及びメソジスト教会がいくつかあり、シナゴーグも一つある。アバディーンはブラウン軍勢の中心である。姿勢は市長かつシティマネジャー及び8人の委員からなる。 市政委員会が監督している。市政委員は5年任期である。軍政は5人のコミッショナーが監督している。コミッショナーの任期は5年である。ブラウン軍の庁舎には、事務官、判事、軍監査官、埋め立て事務所、党機関、軍財務官、検察医、救急対応事務所、高規格道路監督、福祉事務所、州検察などが入っている。 ブラウン軍からの州上院議員は2人、下院議員は4人を選出しており、次の改選は2010年である。2008年にマイクラウンズ州知事がエバディーンをサウスダコタ州2008年のコミュニティに指定した。スーパー8モーテルは1972年にデニス・ブラウンとロン・リベットが設立したモーテル紹介システムであり、1973年にフランチャイズ組織に変わった。 最初のスーパー8モーテルは1974年にアバディーンにオープンした60室のものであり、今日でもスーパー8アバディーンイーストとして営業している。アバディーン地域空港には現在デルタコネクションが就航している。1年の大半でサーブ340機を使うが、10月には多くの記事主要者が利用するためにボンバルディア CRJ200 機を使って、 ミネアポリスセントポール国際空港への便がある。アバリーン市には、ノースダコタ宗教から、ネブラスカ宗教まで南北に走るアメリカ国道281号線と、サウスダコタ州北部から、ミネソタ宗教に向かい、そこからノースダコタ州南西部に入るアメリカ国道12号線が、走っている。アメリカ国道12号線は、市内の6番アベニューサウスという大通りである。 アメリカ国道281号線は最近市内西部を回るバイパスとして再配置された。アメリカ国道12号線にも南に抜けるバイパス道が建設中である。タクシー、編集アバディーンタクシーが市内で一般タクシーを運営している。アバディーンシャトルは一般タクシーと共に空港へのシャトルバスを運行している。バス、 編集ジェファーソンラインズがアバディーンとスーフォールズ、ノースダコタ州ファーゴ及びミネアポリスとをつなぐバス便を運行している。レンタカー、編集市内には、ハーツ、エービス、ペーレス及びトヨタのレンタカー会社がある。ハーツとエービスはターミナル内にあり、ペーレスはアバディーンフライングサービスにある。トヨタは空港向かいのハーモーターズにある。列車、編集。 BNSF 鉄道がアバディーンを通って、貨物や穀物を運んでいる。ありがとうございます。